清武町は宮崎県宮崎郡に属していた町。昭和50年代以降、宮崎市のベッドタウンとして、そして文京の町として発展した。2010年3月23日に宮崎市に編入合併された。合併後は宮崎市の清武町合併とクレークになり、5年後の2015年3月23日に清武地域自治区へ移行された。 町中心部写真左下の空地には2010年にクロスモールキヨタケが開業宮崎県の南東部に位置し、町中心部はキヨタケ川の中石平野に位置する。南部はワニツカ山地が広がる。町域は東南北から宮崎市に挟み込まれるような形となっており、宮崎市のベッドタウンとして発展し続けている。近年発展の中心はカノ地区となっており、 典型的な近郊型中規模小売店が目立つ。21世紀初頭の段階においては北、東に宮崎市、西に田野町、南に北郷町がそれぞれ接していた。2006年に田野町が宮崎市に編入されたことで3方を宮崎市に囲まれる構図となり、2009年には北郷町が合併により日南市の一部となった。 清武町の合併直前の隣接自治体は以下の通り、田野町、北郷町については、清武町が村として成立した1891年時点で清武町と隣接していた。宮崎市については、1891年時点では、生き目村及び大淀村、赤江村、木花村が隣接自治体であり、当時の宮崎町は清武村に接していなかった。 縄文時代早々期の上、イノシシの原遺跡から、この時期のものとしては、国内最大級の集落と推定される、縦穴建物跡群が発見されている。また、西海道の救いフ退期を、清武町、今泉のく掛け地区に否定する意見がある。清武町域を含む一帯は、国府省に属していた。清武は、南北朝時代から認められる地名であり、 常時年間の清竹城合戦における土豪の大脇氏の選考に関する文書が伝わっている。室町時代になると伊東氏特に伊東有行の代以降その支配下に置かれていた。伊東氏は一時的に衰退しつつも豊臣秀吉の家臣として九州平定の織の行によって改めてこの地を封ぜられ所領安堵を受けた。以後江戸時代を通じて廃藩置県まで一貫して、 伊藤氏帯藩の支配下となる。清武城は一国一条例により、廃城となるが、その後も清武里として、帯藩の重要拠点になった。清武郷は、長域の内船引き以外の三村に加えて、現在の宮崎市南部にあたる旧村を含んでいたが、船引き村については、延岡藩と天領と交代した。 加納村の中野地区に清武里の自当所が置かれ、帯城から清武里までは、帯街道で結ばれていた。清武里の表高は2万国余りであり、人口は明治2年に1万7043人となっている。廃藩地県で、帯県となるがすぐに、都の条件が発足。1873年に宮崎県が設置され、1876年に、 鹿児島県に併合されるが、鹿野村出身の帯び市川越かなどの人力により1883年5月に宮崎県は再おけされた。1889年に町村政志向により、鹿野村、船引村をそれぞれ設置。1907年8月には清竹川上流に日向水力電気の黒北発電所が完成し、宮崎県で 初めての電気供給事業が開業した。この時は宮崎町向きに送電しており、清武村へは1914年9月に送電を開始している。現在の日本本線は宮崎清武館が1915年に、清武青い学間が1916年に開通した。当時、村内に設置されたのは、 清武駅のみであり、日向靴掛駅は1965年10月1日に、加納駅は1989年に開設されている。太平洋戦争では1945年4月26日に、加納地区が空襲の被害を受け、16名の犠牲者を出した。1950年当時の西新町池田台1950年5月3日に調整を施行。 1965年に宮崎学園女子短期大学が開学したのをきっかけに学園都市としての発展が始まる。1974年には宮崎医科大学が、1994年には宮崎国際大学が開学した。1980年代からは池田大などの開発が要因となり、宮崎市のベッドタウンとしての発展も見られ、 人口増の対策として1985年には、加納小学校、1999年に、加納中学校がそれぞれ開校した。同時期には、宮崎産テクノポリスとして、さらに、木原地区が、宮崎学園都市として、工業団地が整備された。戦後1万1000人台で推移した人口は、昭和50年代から増加。1989年に2万人を突破し、 1995年以降は2万8000人台で推移している。交通面においても発展が見られ、1981年には宮崎自動車道が、2000年には東九州自動車道が開通し町内にインターチェンジが設けられた。町内を東西に貫く。 国道269号も改良が進められており、2008年7月には4車線規格のバイパス道路が完成した。平成以降、宮崎市とは3回、宮崎郡田野町とは1回境界変更をしている。平成の大合併では、2004年11月の住民投票の結果を受けて15代町長、市野瀬義久が2004年12月に自立の意を表明した。 しかし、2007年5月に町長が合併推進派の阿部みかずに交代したことにより、再び宮崎市との合併を目指すこととなった。2009年2月には2度目の住民投票が実施され、宮崎市との合併に、これを受けて、同年3月に宮崎市議会、清武町議会で合併関連議案を議決、同年7月31日に総務大臣による告示がなされた。 2010年3月13日に閉庁式を挙行。3月23日に宮崎市へ編入され、宮崎市の清武町合併特例区となり、普通地方公共団体としての歴史に幕を下ろした。合併特例区は合併後5年間設置され、設置期間が終了した2015年3月23日に、宮崎市の清武地域自治区に移行した。人口や 立地条件の割に産業が発達している。昭和シェルソーラー工業宮崎産テクノポリス構想の中核として、半導体、医薬品などの工場が数多く立地している。農業日向夏、切り干し大根などが中心。2007年1月13日、町内の養鶏場で鳥インフルエンザが発生した。左は年齢別人口分布には清竹町の年齢。 男女別人口分布を示す2005年10月1日時点の総人口は28,696人。高齢化率は14.2%である。過去の人口は下記の表を参照。宮崎市への編入後は、大技の文字を省略する加納地区。宮崎学園都市として、宮崎市の木花地区とともに、文教地区として発展しており、多くの大学施設が集中している。 周辺の宮崎市にある宮崎県立看護大学、宮崎産業経営大学や宮崎大学にも比較的近い。そのため清武町の平均年齢は2007年5月10日、現在38.4歳と県内でも最も低く、学生の多い町である。だが高等学校は存在しない。大学、編集宮崎国際大学国立私立中学校。 編集可能中学校小学校、編集学生発布後、中野、木原、今泉、船引き、靴掛、かけ、可能の6カ所に小学校が設置され、1895年に、清武、大久保、黒坂の3小学校に再編された。黒坂小学校は1957年に閉校、1985年に清武小学校から、1970年までは、 清武小学校石坂文校が存在した。黒坂小学校の閉校、編集黒坂小学校の閉校は、学校再編の一環として実施された。当初町では、再編案として、以下の三つを挙げていた。清武、加納、大久保、黒坂の四小学校に再編九、清武小学、清武、大久保の二小学校に再編九、清武小学校を現在地に移転し、 新清武小学校に黒坂小学校を統合。従来通り清武、大久保、黒坂の3小学校とする。この中から2が選択され、清武小学校の移転の半年後に黒坂小学校が並行されたのである。路線バス、編集高速道路、編集一般国道、編集国道269号の渋滞県道、編集主要地報道。 ありがとうございます。